はい、皆様どうも、マフロです。それではモンスターが現れた、やっていこうと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、前回終わりですね。今回無限ダンジョンやるかなって言ってたんですけども、ダイヤの方を使いまして新しいストーリーが開放できましたので、すいませんがこちらの方を先やらせていただきます。はい、まずは海賊の港、こちら20層行ってみましょう。はい、洗濯洗濯、強さわかんないけどね。とりあえず攻撃上げとこうか。まあ20層までだからこの簡単なにしとくか。さあ行ってみましょう。騒がしい港。さあまずはこれを使って、はい、ちなみにこのガンボルさんもダイヤで手に入れた方です。オーディン、オーディンか。すげえ、なんか最初からポイント持ってる。おお、いきなりこんだけ解放できる、素晴らしい。こっちもあるけどね。ははは、麦わらじゃねえかよ海賊だから魔法タイプのはずなのに攻撃力すげえ高えな。撃てーい、あれこれ取らなきゃいけないんか。あー、弾丸がいるのね。じゃあ簡単に使っちゃもったいないな。分解麦わら分解、だって兜持ってんもん。なんか大砲壊された今。よし、まあ、一撃で倒せる間はボンボンいっちゃいましょうか。ここはね、ちなみにダイヤ50使って資料を解放すればいけるようになりました。で、どこかクリアしたら無限になるんかな。いやー、でもどんどん新しい要素が出てきて飽きませんね噛めば噛むほどっていう意味が分かりますよ。電源カットかメディオンカット。まあまあまあ、ここまではどうせ使えないから、20だったら使わない。ちなみにオーディンさんは電撃王みたいです。雷を使うのに長けているようです。まあ20層ぐらいだったら使わなくてもいけそうだよな。酒場、おお、なるほど、買っとくか。塩、ほうれん草で強くなるっていうのもこれは最近見ないけど、あの人か。さあ次、あ、入っちゃった。ちょっとせっかくだから大砲撃ってみよう。おおおお、直線全部サメの心臓もらった。未消化物をもらえる。何もらえた今わからん、まあいいや。密輸の店、ほうほう。これ検索ポイント100で500もらえるならいいんじゃねえ。ねえ、女性のスケッチを、何を描いたんだ。魔法芸術、もう買えないな。さあ次、攻撃力48もあるよ。魔法タイプなのに。違うか、あ、潰された。あいつ大砲を潰すやつじゃないか。酒場購入全部買っとこう。食べよう。一時的じゃないよねこれ。一時的なら全然意味ないけど。大砲も使っていっちゃえ。ドーンドーン。よし次、そろそろ魔法もなんか使ってみようか。この人まだよく分かってないんだよな俺。電撃、全知全能なんか発動したよ。最後の審判あれ使いやすかったのにな。この人にはそういうものはないのかな。説明を読めってな。これは一緒でしょ。エレメントストーム一緒でしょ。非属性魔法、この人も非なのか結局。あ、最後の審判あるやん。基本は一緒か。足りるかな使いまくってるけど。最後ここもボスいるんかな。いそうだよな。弾何個あったの ?17 個か。お、分解できんじゃねえ。しゃ、使っちゃおう。おお、調合なんかできるようになるっぽい。ここも割とやりやすいね。まあ無限になると分かんないけど、ファイヤーフィア14層か。もう使いまくっても大丈夫そう。もういいか20層までだし、最後の審判をパワーアップしとこう。最後の審判出ねえな。もういいや。一発で2発で出ないともういいやってなるねはい次、おいるねー、変なのが。エレメントストーン。じゃあこれ壊された。壊してきた。このや、この野郎このやってなったこの野郎、審判出ないなあ。出にくいのかな。インフェルノの方が出やすいもんね。見た感じも炎っぽいもんな。ちょっとボムっぽいし。ああ、間違えた、撃っちゃった。あいつからやっとこう。魔法芸術ってなんだ。で、あげとくか。全然発動。ああ、高箱あったのに無視しちゃった。そしてインフェルノさんは、いた。ナイス。インフェルノさんはあれだもんな、1層上がるごとに1枚もらえるけどね、火炎を。この人もらえないから使いどころ難しそう。減っていってる。バーク、ナイス。お、装備レベル。でもここでやってもしゃあないよね。分解しとこう。はい、それではクリアいたします。ボスはいなかったね。さあどうなる。ああ、次があんのか。ここもじゃあ3つあるってこと。じゃあ最後ボス出てくるかもしれないね。やっちゃった事前にやっとくべきだったけど、まあもう今更言っても仕方がない。はい、それでは、2つ目はまたやってて、次3つ目いってみましょうかね。そしてここもありますんでね、資料で骸骨と、ここも海賊関係かな。ちなみに資料はここにあります。これまだね、なんかパズルを完成させないとダメっぽい。ここで50で買えます。はい、特殊ガンブルはこれね、ここで買えます。これでオーディンさんと前回使った機械兵か機械神か手に入れました。はい、それでは今回はここで終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ではさようなら。